このガイドでは DefiU のウェブサイトに登録し、スプリットライセンスを購入する方法について説明します。DefiU のウェブサイトにアクセスしてください。右上のサインアップボタンが表示されますので、それをクリックしてください。スマートパスの登録ウィンドウが表示されます。ここで登録を行います。必要な項目をすべて入力してください。メールアドレス、パスワード、パスワードの確認、名前、姓、お住まいの国。入力が完了したら利用規約に同意してください。画面の右側にある対応する項目の横にチェックを入れてください。スポンサーの名前に注意してください。それは利用条件の上に表示されます。もし招待してくれた人の名前と一致しない場合は、最新の紹介リンクをお願いしてください。登録時に使用できる有効なメールアドレスを入力してください。また、パスワードを紙に書き写して安全な場所に保管することをお勧めします。アカウントへのアクセスを失わないようにしましょう。入力が完了したら、サインアップボタンをクリックしてください。正しく入力されていれば、正常に登録されたことを知らせるメッセージと、メールの確認が必要であることが表示されます。メールを認証するために、登録時に入力したメールボックスにアクセスし、スマートチームからのメールを探してください。受信トレイにメールが表示されない場合は、スパムフォルダを確認してください。メール内のコンファームメールボタンをクリックしてください。完了です。スマートパスに正常に登録しました。DefiU のウェブサイトに移動するには Go to DefiU ボタンをクリックしてください。このガイドでは DefiU の製品サイトでスプリットライセンスをウルティマトークンで購入する方法について説明します。DefiU のウェブサイトにアクセスしてください。右上のサインボタンをクリックしてログインしてください。ダッシュボードが表示されます。ページを下にスクロールすると、スプリットライセンスのセクションに購入可能なライセンスのリストが表示されます。購入したライセンスを選択し、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。ウィンドウが表示され、支払い方法を選択するように求められます。Ultima を選択し、同意にチェックを入れ、Purchase 購入をクリックしてください。ウィンドウには、ウルティマで支払う金額と、送金先ウォレットアドレスが表示されます。モバイルアプリからトランザクションを送信するための QR コードも利用可能です。指定されたウォレットに正確な金額を送金してください。画面に表示されている金額と同じ金額を送金してください。支払いが完了するまでお待ちください。今、ライセンスをアクティブ化する必要があります。そのためには、メニューの My License セクションに移動し、購入したライセンスを見つけて、アクティベートボタンをクリックしてください。アクティベーション履歴を確認する場合は、アクティベーションヒストリータブに移動してください。ご質問がある場合はいつでもサポートチームにお問い合わせいただけます。